社長お疲れ様です。はい、お疲れです。社長、はい、聞いてくださいよ。うん、どうしたの。かれこれ会社経営者の端くれ、早数年経ちまして。何年経った？2年ぐらい、3年ぐらいか。まあそんぐらいですかね。まあそれで人とかも増えてきて、売上は大丈夫なのかとか、やっぱりこう不安が常に押し寄せるわけですよ。なるほど。そういう時、社長はどうやって乗り越えてきたんだろうっていうのが、ちょっと本日気になりまして。なるほどね。まあ、結論からいくとさ、基本さ、悩みってさ、解決できないからね。なんかよくさ、解決できない悩みないとか言うじゃない。解決できねえから悩んでんだよ。なんかすぐさ、答えが出せることってさ、はい、悩んでないじゃん、きっと。もうどうしようもねえから悩んでるわけじゃん、はい、これどうしようもねえ時って考えても答え出ないから、絶対に。なるほど。俺はじゃあどうしてたかっていう説明をしますね、はい、じゃあまずどうしようもなくなった時ですね。どうしようもなくなった時どうするか。うわ、終わったみたいな。そうそう、はい。でまず一つ目、はい、マッサージとかさ行く？いや自分は全然行かないですね。あ、そう。なんかさ、はい、オリーブスパとかわかる？あ、一回行ったことある。あ、ある、うん、まあまあ高いですね。なんか 4、5万ぐらい。まあまあ高いよね。結構高いですね。 4、5万結構いいやつ。いいやつ行ったんですかね、うん、なんか一回だけ行ったことある。あ、本当に。まあそういうの行ったりとか、はい、でそうするとさ、なんかさ、マッサージでさ、こう気持ちよくて寝ちゃったとか、ぼーっとしてる時ってわかる。確かに。何も考えてないっていうかさ、はい、最初は考えてんだけど、なんかボケーとしてさ、何も無になってなんかスッキリするみたいなのがあるんだよね。その日って結構すぐよく寝れたりとかさ、はい、するから、まあ、そういうなんかマッサージでなんかそういうリラックス効果を得て忘れるってパターンとか。お酒針行くのよ。針刺すやつですか？針刺すやつ、体に、まあ、普段使わない筋肉を刺激するっていうことなんだけど、まあ、それもなんかその体のメンテナンスで月に1回ぐらい行くんだけど、はい、まあ、リラックス効果あるんじゃない。じゃあ結構そういうのは悩み、うん、うわもうどうしようってなった時に行くと、うん、そう、終わった頃にはそう、まあ、なんか前向きに頑張れる。そう、前向きに頑張る。晴れやかになってる。で店を出た頃に出た頃にでちょっと試してほしいね。わかりました。でちょっと2つ目聞いてもいいですか？2つ目、うん、で2つ目は、はい、お風呂入るじゃん。浸かる？シャワー？自分結構浸かりますね。あ、そう、使った方がいいよ。あ、本当ですか？うん、どのぐらい入る？結構自分ダメ人間なんで、うん、湯船浸かっちゃうじゃないですか、うん、携帯見ちゃうんですよ。わかる、うん、もうなんか分かる2時間とか3時間ぐらい入ってる時あるんですよ。いやでもいいんじゃない？じゃあ俺もそうだ。俺も1時間ぐらい入るわけ。俺も見ちゃう。動画見ちゃったりとか、はい、まあ、ちょっと仕事しちゃったりとかするわけ。そうですよね。本当はもう置いて1時間 無で使ってくれっていう、こういう。そうするとリラックスもできるし、体の毒素もさ出るじゃん、半身浴とかやると。なんか一応そのむくみ解消とか、そういう効果は。そう、長風呂にはあるらしい。汗かくのいいよね。長風呂はいいと思うよ。でもまあ携帯とか見ず、ただ浸かると。ただ浸かる。なんか音楽とか聞いてるのもいいよね、本当はね。ああ、なんかそうリラックスできる音楽みたいな。そう、うん、とかね。で3つ目、はい、そう、俺お風呂でそう思った。なんかね、この間気づいて、俺さ結構さ旅行行くじゃない。ああ、社長本当毎月行ってますね。毎月行くじゃん、海外に、はい、俺どういうとこ行ってるかっていうとさ、やっぱリゾート地が多いわけよ。海があるわけ、絶対に、はい、むしろ海がないとこ行きたくないみたいな。まあ船持ってるぐらいですもんね。まあね、そうだから、そうそう、いや本当だよね、はい、そうそう。でやっぱ海が好きなわけ。やっぱ海が好き。海男なんですね。海男なんで。海中なわけですよ。海中。でもやっぱりこうなんか無意識のうちにリゾート地を選んでしまう。旅行、海ありきのところを選んじゃう。無意識に海を求めてるわけですね。そう、求めたの。それでなんかそれに俺最近気づいて、はい、あれ俺めっちゃ海好きじゃんとか思って。例えば旅行行って、俺インスタとか見てると、見てもらうと分かるんだけど、はい、部屋のバルコニーバッて開けたらもうプールあって海とかさ、そうです、なんかよくあるじゃん。だいたいそういうところ、そういうところ選ぶじゃん、ね、まあ、ビラタイプなんだけど、はい、やっぱりこの起きて海をこう見てたりとかすると落ち着くんだよね。これって何、俺だけなの、それともみんなの、おはよう世界みたいな感じになるわけよ、はい、でもそれも絶対値段がやばいじゃないですか。まあ値段やばいんだけどでもさ、これって真似できないですよ。これってだから、はい、俺の場合は海なんだけど、はい、山でもはまるのかな。山とか空気美味しいですからね。ね、そうだよね、はい、何なんだ自然。そっか、分かったよ。俺これ都会で暮らしてて、はい、やっぱりこう病むんじゃない。で自然を求めるんじゃない。なんで俺の場合は海へ行く。悩んだ時はそう海へ行くと。そうだね。バーって、まあ、例えば悩んでるとするじゃん、はい、海を見るじゃない、はい、ちっぽけだぜ。ああ、確かにね。
じゃあまあ自分好みの自然に触れよう、そう、自分好みの自然だね。そうだね、はい、なんかこれ俺の中で最後なんだけど、今さずっとリラックスで来てるわけだ。で次もリラックスかと思いきや次はリラックスじゃない、逆逆ですか、運動をする。あ、運動ですね。あ、これめっちゃ運動する。まあジムでもいいし、ジョギングでもいいし、でもっと言うともうウォーキングでもいいよ。ウォーキングだったらもう明日からできるじゃん、ね、1日やっぱ30分から1時間ぐらいやると、はい、もう全然変わる気持ちが。だから全体運動はしてほしいね。なんか運動って結構なんかやるまでが億劫じゃないですか。そうなんだよ、わかる。だから俺も例えば今日パーソナル入ってるっつって、はい、うわめんどくせえなとか思うの朝起きて、うん、朝起きてうわあと2時間後パーソナル入ってんじゃんめんどくせえなって思って行くじゃん、はい、でパーソナル1時間やるじゃん。で終わった後はあやっぱやってよかったと思うのよ、すっきりするの。あでも確かに、うん、めっちゃ運動して疲れたの後って、うん、なんか帰ってきて、うん、あれなんかめっちゃ仕事やる気出るみたいなそうなのよ。あれめっちゃ仕事頑張りたいぞみたいな。何なんだろうね。であと悩みを運動してる時って忘れない。あもうそれどころじゃない、それどころじゃないじゃん。だって、はい、もうあジムだったら重いなのかさ、はい、ランニングしてんだったら辛いなのか苦しいなのか分かんないけど、はい、もう悩みどうでもよくなるじゃん。もう確かにそう。だから絶対運動はしてほしい。だから今ずっとさリラックスリラックスリラックスで来てさ、はい、今度逆に運動って来て、で、まあ、これどういうことかっていうと、リラックスリラックスリラックスは副交感神経じゃん。フォワーっていうのが副交感神経が勝ってる時でしょ、はい、で運動って交感神経じゃん、その興奮状態なわけじゃん、うん、この行ったり来たりがいいんじゃない。でもこれねサウナじゃん。あ、じゃあサウナで解決するってことですか。サウナだサウナで解決だね。サウナ行けばじゃあ全て満たせる。満たせるよ、本当に満たせると思うよ。だって汗もかくし、はい、だから長風呂もそうでしょ。運動みたいなもん。そう、運動みたいなもんじゃん。水に入ってリラックス効果を得ると得てっていう。俺整ったことねえんだけど、わかんねえんだけど、はい、これはまああくまで憶測ではある。そうそう、いやでも多分そうなんだよ、そういうことだよ。だから世の中の人たちってあんなサウナ流行ってんじゃない。サウナーがいますもんね。そう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 、サウナに行ってみようってことですか。サウナに行ってみよう。社長行かないけど。そう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 、じゃあいや行くんだよ、行くんだよ、はい、整え方がわかんないの。そのちゃんとやってんだよ、その何分入って何分出て水風呂入ってみたいなやってんだけど、全然これ整うってこういうことかなみたいなさ。これ整ってんのかみたいな。そうそうそう。でもこれをずっとやり続けると多分いいんじゃない。悩みは消えると思うよ。だからぜひ悩んでる方はサウナへ行ってみてください。もう何も考えない方がいいよ。無になってリラックス、それはもう全部解決するから。わかりました。視聴者の皆さんも、うん、もしかしたらどっかのサウナで社長に会うかもしれないですけど。会うかもしれないけどねぜひみんなでサウナに行きましょう、はい、行きましょうということで、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。